はい、皆さんどうもこんにちは。リムと申します。本日もよろしくお願いします。今日はちょっとボスにもお手伝いいただいて。てますよろしく。お願いします。でも、今日は自身の購入品です。そうです。僕は何も買ってません。買ってるんですけど、持ってきてません。買った、久しぶりに。H&M。ね、H&M 超いっぱいあるじゃん。そう。なんか急にブーム来て。いや、ほら。そうそうそう。なんかさ、いや、実は、ここのとこ年末のセールとかで、あの 20% オフのセールなんないの全然来なくて。そうだね。で、年明けて、やっと来たんで、はい、まとめて買ったんすよ。だってなんせ 70% オフやってるもん、それ来ないよ。そう思ってて、でも、多分タイミングで来るかなと思って、少し前に、その限定期間であった 20% オフを利用して購入したものと、はい、で、店頭で、ちょっと気になった小物なんかもあったんで、うん、一緒に購入してるんで、今日ちょっと紹介したいなと思います。うん、はい。まあ、時期的には、一応その秋冬物なんですけど、うん、いや、それでもちょっとお勧めしたいなってものがいくつかあったんで、ぜひね、ちょっと最後までご覧いただけたらなと思います。はい。はい、ちょっとじゃあ小物からいくつかちょっと先に紹介するものをしたいと思います。まずこれ。ニットキャップ、すっげえ久しぶりに買った。あ、そうなんだ。うん。ただ手持ちのかぶってただけ。そうそう、手持ちで腐るほどあるから。そうだね。そう。でもこれ、うん、カシメ100なのよ。やっぱそうだよね。そうそう。100なのに、うん、セールでね、1700円ぐらいあった。マジ？それ俺も欲しい。そうそう。もう結構残りわずかだよ。マジ？これはね、残りわずかだと思う。じゃあ早速動画半分にしながら俺たちでやめてくれる。でもいいっしょ。いい。いや、多分、カシミヤだよねと思って。そう。そうなんだよ。だから、カシミヤ100で1700いくらじゃ安いなと思って。安い。まあ、茶色のコートとか買ったからさ。うん。で、ね、茶系のニットキャップないから。ああ、確かに。あんまり持ってなくって、いいかなと思って。いや、カシミヤだったら買いだよね。そうそう、チクチク感ないし。セーターでも欲しい。うん。でも H&M って思ってこうやって触ってるとアクリルじゃねえかなって思うぐらい、チクチク感ない。一応これカシミヤです。これちょっとおすすめなんで。100? 100。そうそう。紺じゃないんだね。うん。100はすごいね。まあカシミヤって名前をつけたヤギかもしれんけど、わからんけど。カシミヤって名のついた河川かもしれないよ。そうそう。今いろいろカシミヤ問題になってるからね。そうだね。そう。でも、そうそう、ミドルゲージで、意外とこの起毛感も、ちょっといいかなと思って購入してみました。それから、ちょっと先日店頭に行って、ソックスをね、最近 H&M で時々買ってて、これ、タイダイの。最近ちょっと H&M このタイダイソックス、時々あるんだけど。僕がお使いに行かされたやつ。そうそう。これ、一足499円なんですけど、3個買うと、2つの値段になるんで、かなりお得だと思います。それとね、これ、もうね、大好きな、ラメソックス。これレディースです。あ、それレディースなんだよ。そうそう、レディースででもね、39、41っていう、要は26センチ前後のサイズがあるんで、へぇー。ちょっとね、これ画像で多分ね、ちょっとわかんないと思うんだけど、今までもラメソックスってあるんですよ。うん。で、ペラペラに薄いわけ。そうだよね。これキラキラすぎてわかんないけど、これリブソックスなのよ。ほんとだ。このラメのリブソックスってあんまないんだよね。多分こういうのってオンラインにないんで。ああ、確か。気になった方は。で、かなり短いので、男性の方にしても、その短いのが苦手な方は、おすすめできないんですが、うん、そう。このね、ラメリブソックスってあんまないんで、ちょっと気になる方は店頭で見ていただきたいなと思います。はい。で、本題の。はい。ウェア。なんですけど、ちょっとおまけからいきます。これ新製品なんだよね、割と。そうだよね。そうそう、今更出すって感じだけど。そうだね。そうそう。これがね、化繊 100% のシャツなんですよ。まあ、いわゆるその、ウールの CPO シャツみたいなやつなんですけど、うん、いや、これ化繊になることで、すごい光沢があって、うん、で、本来だったらこの光沢が安っぽくてダメっていう方もいらっしゃると思うんですけど、実は自身は、このジャージに合わせたくって、ジャージの素材が化繊なんで、逆にウールよりもこの安っぽさがいいなと思って購入しました。ちょっと着てみます。サイズはこれ、オーバーサイズの XL で購入しております。で、自身は身長が171センチ、ウエスト32インチぐらいの中肉中背、
で今日着てるブランクステープですよ、 H&M のスウェット上下も XL で着用しております。こんな感じです。ちょうどブランクステープのスウェットの上にも着れるぐらいのサイズ感。すごいね。うん、でも着丈短いからね。まあ確かに、そうそう、もうこれ最近の H&M の特徴だから。だからやっぱ大きくしないと着丈出ないし、自身は着丈短いのがその日本的で嫌いなんで、少し長めの方がいいんですけど、一応171センチで XL を着てこんな感じです。やっぱね、多分静電気とかすごいと思うんですよ。そう、河川だから。河川だから、ね、そうだけど軽いしね、結構あったかいと思う。まあそうでしょうね。そうそう、着やすさはあると思うんで、これ本当はねグリーンもあって、グリーンも欲しかったんだけど、グリーンはもうサイズが売り切れてました。そうそう、ただ自身はね茶系のジャージに合わせたかったんで、まあちょうどいいかなと思ってエンジンにしました。はい、これが、値段が1900円ぐらいかな、定価が。だからそれの2割引きで購入してます。 20% オフですね。はい、それからメインがこちらです。キルティングジャケット、いいよね。いやこれさ、自身の古着の動画で、うん、本物の、そうそう、本物がいいってことで、あんまりこの通常の今出てるキルティングのジャケットおすすめしませんって言ってお話ししてるんですけど、いやそもそもこの H&M でこれが出たのって12月ぐらいだったんだよね。おっそって感じ。もう他のブランドで出まくった後だし、で H&M 自体もレディースでは結構いろいろ長いやつとかベストとかも、もういろんなものが出てて、で今回ねこれ購入したもう理由はパンツがあるんですよ。このねセットアップで出てるところはどこもなくて、確かにこのキルティング同素材でウエストはゴムだけなんですけど、ベルトループはついてないんで、なるべくウエストが合うものを選ばなきゃいけないんですけど、なかなかないで、後ろはやっぱり後ろにステッチ入れちゃうとステッチ切れやすいんで、うん、だからそのちゃんとステッチは入ってないで、フロントだけ。いやこれなかなか考えられてるし、そうだね、プラだと同じ考え方ですもんね。そうです、セットアップでなかなかこれってないから、ちょっといいかなと思って購入してみました。でしかも通常 H&M だと自身は L か XL 購入のものがほとんどです。なんですけど、これ横もあるともかなりしっかりしてるんで、大きなのにしちゃうと肩が綺麗に落ちないんで、はい、上は M サイズ。で、下は、32、レングス30インチ。まあレングスは全部30インチで統一されてる、ちょっと半畑なんですけど、で、購入してます。ちょっとこれ着てみますね。はい、ということで、これ、上が M サイズ、下が32インチ。で、着用してます。その自身の171センチで肩幅も狭くないんですけど、ちょうどぐらいですかね、袖丈とかも足りてるんで、かなり手長なんで、いつも M とかにしちゃうと足りないんですけど、それもないです。そう、だから、セットアップで着てもらうんだったら、このジャストで着てもらった方が感じがいいかなと。そう、パンツも結局大きくして履くことができないんで、ループないから。紐もない。そう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 。だから、これね、セットアップにした理由は、本当は、うん、ユニクロ S あるじゃん。ああ。プラス S。ああ。ゴアテックスのね、うん、シェルのパンツと、アウターに、インナーで着たかったわけ。スキーウェアとして。ああ、なるほどね。もうこのままスキー場に行って、このままシェル着て、うん、はいはいはい。で、両方あったかいじゃん。中綿だから。ダウンじゃないけど、うん、だって値段は、上が5,999円、下が3,999円かな、うん、それは 20% オフで買ってるんですよ。だプラス S 買うより全然安いし、まあ向こうもちろんダウンなんだけど、まあね、結構今ちょいちょい街でも見かけるし、あそうなんだ、うん、なんかちょっと張り切ってる感あるかなって自身は思っちゃうから、ちょっと今年のトレンドだよね、ちょっとブロックダウンだったらと思ってたとこにこれがあったんで、そう、ただね、そのスキーのインナーでって思ったんだけど、こうやってセットアップできると、意外とちょっと綺麗めな感じがあって。まあ確かに本来の使い方だとインナーだもんね。そうそう。すんげえあったかいんよ。あ、そうなの？そうそう。だからこれにハイカットのスニーカーとかでいいかなと思って。ああ、確かに。そうそう。これ同じキルティングのスニーカーもあるんだけど。へえ。ただ、一応言っておくと、そうそう。ファストファッションの靴はもう自身は絶対認めれなくて履き心地が悪すぎちゃって、そう、ただ若い方とかが
デザインはいろいろあるじゃん。例えばダットスニーカーが出たりとか、うん、値段が安くてちょっとデザインをっていうね、若い子たちには全然おすすめなんで、全然いいと思うんですけど、やっぱり履き心地に関しては求められないんで、自身としてはあんまりその靴としてはそのファストファッション大好きなんだけど、その H&M に限らず GU とかもそうだし、履いてみたけども とても自身は履いてらんない履き心地なんで、靴はあんまりおすすめしません。で、我々はこれに普通のハイカット系のスニーカーとかちょっと履くのがいいかなと。で、さらに帽子もあるんですよね。ってことで帽子もね、本当に上から下まで全部揃ってそうそうそう、上から下まで全部揃うんで、ハットも一緒に買って、かつハットは色違いもあったんで、色違いも買っておきました。これ黄色だけ安くなったのよ。あ、そうなんだ。黄色800円ぐらいだった。オンラインでね。で、サイズもあるんですけど、自身は一番大きい60っていうのにしてみました。58被ってみたんだけど、うん、ちょっとバツバツすぎてちっちゃかったんで。ほう。って感じで今回は、もうフルセット。もう超暖かです。この帽子まで被ってるわ。はい。ということで、その、今世の中はこのキルティングジャケット出尽くしてるんですけど、ライナージャケットね、うん、なんですけど、ちょっとこんな形でセットアップでちょっと面白いかなって思う方とか、さっき言ったそのスキーウェアとかのインナーとか、そんな形で使っていただく方にも意外といいのかなということで、ご紹介をさせていただきました。あ、あともう一つ、僕は今決済が、あ、そう、買った。撮影中に買うのやめてよ。あ、そう。で、ちょうど今ね、まだ早いんだけども、春物が徐々にその各ブランド立ち上がってて、H&M も同じくで、はいはいはい、で、新製品が次から次へと出てきてるんだけど、うん、いや、案外ね、面白いものがやっぱり各ブランドって立ち上がりが多いんで、確かに、ね。そうそう。で、自身も実はもう買い逃したものがいくつかあって、なので、ちょっと H&M とかファストファッションのサイトも、この一番セールが終わって皆さんがあまり買わない時期に意外といいもの出たりするんで、ちょっとチェックいただけたらなと。まあ、また何かもちろん購入品あればご紹介させていただこうと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもお願いできたらなと思います。はい。はい、こんな感じで、ちょっとね、ハイブランドも、ファストファッションも、古着も、まあ、いろんなものをこちらのチャンネルではご紹介したいなと思ってますので、また次回ご覧いただけたらなと思います。はい。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。